ジャライル朝は、イルハン朝の解体後に、イラン西部からイラクにかけての旧イルハン朝西部地域、一帯を支配した、モンゴル系のイスラーム王朝。ジャラーイルアサ、ジャラーイールアサとも呼ばれる。王朝の名は、モンゴル帝国を構成した有力部族の一つ、ジャライル部から王家が出たことに由来している。イランにおける、ジャライル部は、その先祖、イルゲーノヤンの時、フレグの生成に従って、 西アジアの各地を転戦し、先行によって代々イルハン朝に最上位の重心として使える有力部族集団となった。イルハン朝の触れグけ最後の君主アブーサイード藩の時、アブーサイードの祖父アル軍を外祖父とし、藩とはいとこの関係にあたるジャライル部当主、シャイフハさサンが宮廷の有力者として対等し、牽制を振るった。だが、アブーサイードが、 力ことごとくで、シャイフ・ハサンの妻を奪って、自分の火にしたことから、両者の間に確執が生じた。三百三十五年に、アブー・サイード・ハンが没しフレグケの血統が絶えると、それぞれに、チンギス・ハーンの血を引く冒険の王族を擁立した、有力者同士の構想が激化するが、中でもイルハン朝の中心地である、アゼルバイジャン・タブリーズ地方の草原地帯をめぐって、ジャライル部の、 大破産と、スルドス部の指導者で同盟のシャイフ破産の間で、熾烈な抗争が起こった。しかし、1338年に行われた、ジャライル部と、スルドス部の直接衝突は、新興勢力である、スルドス部の小さんの勝利に終わり、ジャライル部の大破産はアゼルバイジャンを追われて、バグダードを中心とするメソポタミア平原に撤退し、1340年に、イラクを中心に自立して、 アゼルバイジャンのチョバンアサに対抗した。やがて1357年に、100年、ライアゼルバイジャン草原の領有権をめぐって、イルハン朝と対立関係にあったジョチウルスが、アゼルバイジャンに南下し、チョバンアサを破って、アゼルバイジャンを占拠した。大破産の後を継いでいたこのシャイフーバイスは、これを後期として、アゼルバイジャンに進出、タブリーズを奪還し、 イラン西部を制覇して旧イルハン朝の西藩を覆うジャランイル朝の最大半島を実現した。自身が優れた文化人であったウバイスの宮廷には詩人や音楽家、美術家が集まり、モンゴル帝国時代の東西交流に刺激されてイルハン朝の下で発展していたイランイスラム文化が継承され、その進化が見られた。その一方で国政は基本的に イルハン朝からモンゴル式のものを受け継ぎ、モンゴル帝国の後衛である遊牧民たちを機関軍隊とし、遊牧民の監修法を取り入れた政治が行われた。しかし、シャイフルバイスが1374年に死んだ後には、ジャライル朝は遊牧国家の宿兵である王族内の君主の座をめぐる争いが起こり、1382年に、 ウバイスの長男の夫妻日成が、弟のアフマドによって殺害されるまで内紛が続いた。さらに、同じ時期には、中央アジアにおいて、モンゴル系遊牧勢力を統合したティムールが、イランへと進出してきていた。アフマドは、東部アナトリアを支配する、トルコ系の遊牧部族連合黒羊アサと結んで、ティムールに対抗したが、圧迫されて、タブリーズからバグダードに退却し、 さらにティムールに敗れてバグダードを奪われた。フレグによる征服による後輩から立ち直りつつあったバグダードはこの時再び大規模な破壊を受けることとなる。アフマドはバグダードから逃れてオスマンアサ、ついでマムルーク朝のもとに亡命した。ティムールの没後、アフマドはイラクに戻って旧勢力を回復しタブリーズの奪回に努めたが英主 カラユースフの元勢力を急速に拡大していた黒羊アサとの戦いに敗れ、捕らえられて処刑された。これにより事実上、ジャライル朝は滅亡した。アフマドの死後も、ジャライル朝の一族は、アゼルバイジャン方面で活動を続けたが、王族間の継承争いを、はじめ、15世紀を通じてこの地方を争奪した黒羊アサやティムール朝、白羊朝の間で埋没していった。 タージューティン・ハサン・ブズルグ・シャイフー・バイス・一世。ハ,ハサンの子、ハサン・フサイン・一世。ウバイス・一世の子、バーヤズ・イード・アフマド、ウバイス・一世の子、フサイン・一世の弟、シャアワラド・アフマドの甥、い、マフムード・シャアワラドの子、シャイフー・バイス・二世。シャアワラドの子、ムハンマド・シャアワラドの子、マフムード・サイ,イ、フサイン・二世アフマドの孫、タイチュートの部族の一つ、 ありがとうございます。